奄美スズメダイの幼魚。皆さんこんにちは、てつやチャンネルの時間です。今回はお手紙をいただいております。いつもてつやチャンネル楽しみに見ています。本当に毎回感動しています。ありがとう。去年の7月の吹き動画和編以来、マクロ撮影の動画が全くないですね。たまにはマクロ撮影動画お願いします。石垣市在住、浜岡哲也。ということで、久しぶりにマクロレンズを引っ張り出して小さな生物の撮影に行っていきたいと思います。いつもおなじみ説明の人です。久しぶりに小さな魚の撮影をしようということで、せっかくなら今が旬のアマミスズメダイの幼魚を取ろうと思います。毎年この魚が出始めるといよいよ春だなぁと感じます。頭や顔にある青いラインがめちゃめちゃ綺麗です。しかし写真と違って動画で撮るのってめちゃめちゃ難しいです。ちょろ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 動くので、ピントを合わせ続けるというのがかなり難易度高いです。で、なぜ今が旬なのかというと、綺麗で可愛い時期というのは幼魚の時だけなんです。成魚になるとこんな感じで白と黒でめちゃめちゃ地味になります。可愛くて綺麗な時だけチヤホヤされる、ちょっとかわいそうな魚でもあります。この時期は小さな幼魚が一気に増えてくるので、ぜひ見ていただきたい魚なのでございます。いやー、ちょっと撮影に手こずりましたが、とっても可愛い魚でしたね。これからアマミスズメダイの幼魚がどん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 増えて、いろんなところで見ることができるようになります。アマミスズメダイの幼魚の写真を撮りたいという方は、背景を気にして撮ってみましょう。綺麗な海シダや磯花を見つけたら、可愛い幼魚がいないかチェックしてみてください。この幼魚たちはあと 1,2 ヶ月見ることができます。地味な成魚になる前にぜひ見に来てください。ということで、今回はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。